よろしく。さあ、今日のメンバー、一応ね、あのフレンド全部解除してきた。今からオーディションします。送られてきたメールに今から目を通します。なパッと見なんか良さげなやつらが揃ってたわ。やべえなみたいな。カクカクしたら教えてね。多分8時だから大丈夫だと思うけど。犯罪者からいっぱいメール来てたわ。じゃあまず1人目、どうしようかな。みんなのリアクションで決めるか、なんとなく。1人目、 PUBG オーディション、自己 PR。 俺が読んでいくわ。住所、言えません。どうしても言えません。氏名、これ名前読んでいいのか。平井健二。年齢20歳。 FPS 歴、3000時間コールオブデューティーでキルレ 1.25 SPM300。 PUBG の戦績最高19位。前科未成年、飲酒、タバコ、無免許運転、窃盗、暴行など。うんこちゃん歴5年。 Steam ID は言わなくていい。最終学歴高卒。現在浪人。家族構成、両親と兄弟2人とおばちゃん。おばあちゃんじゃねえな、おばちゃん。こいつはどうよ、みんな的に。あ、まあ一応今1人目な。1人目、今のな。1人目、覚えておいてね。1人目、2人目、保留、全部保留していくわ。PUBG 応募。名前はなし。優勝経験7回。奴隷となる準備はできています。1位までお供させてください。他の FPS で世界、先日世界1位のプレイヤーと大会にも出させていただきました。よろしくお願いします。やべえな。他の FPS で先日世界1位のプレイヤーと共に大会にも出させていただきました。よろしくお願いします。一旦保留な。二人目だよ、これ。2人目。ただ優勝経験7回って相当だぜ。年齢21歳。最終学歴中卒。職業プログラマー。月収25万。性別男。住所横浜市。経歴17歳。FBS にはまり高校中退。そこから3年間ぐらい FBS に費やす。寝る以外すべて FBS。20歳。ついに家を追い出される。住み込みバイトをする。バイトと寝る以外 FBS。 食事の時間も FBS に当てたいのでカロリーメイトを食べ始める。21歳。高卒認定試験とプログラミングの資格を取って就職。仕事以外の時は FBS に費やす。 FBS のやりすぎなのか目が悪くなりメガネをかける。で、現在に至ると。家族構成、母、16歳の時離婚してから連絡を取れずに生きているかわからない。父、家を追い出されてから連絡を取っていない。たまに電話かかっているが取らない。姉、23歳、栄養士。忠誠心、自分は FPS にはまり高校を中退しました。決して後悔はしておりません。なぜかって、うんこちゃんに役に立てるからです。隊長、自分は FPS に人生をかけてきました。そこら辺の兵士とは違います。絶対後悔させません。いい返事をお待ちしております。これ3人目な。順恵、PUBG、オーディション、順恵。前回お世話になって、タナシンというものです。せっかく与えられた機会をものにできなく、申し訳なく思うと同時に歯がゆい思いもしました。トロイの木馬などはウイルスバスターを使い除去しました。お前のせいだったんじゃねえか、やっぱ。こいつあれだろ、ボーダーだろ。また強く貢献できるようにランク上位300以内まで上り詰めました。アジア、いや、世界統一に向けもう一度チャンスをくれないでしょうか。履歴書と証拠写真を、添付しておくので、ぜひ検討してほしいです。FPS は PDF や DOCS など、面倒かと思い、履歴書は JPEG で送ります。履歴書見せてくれ。東京都足立区在住、学歴なし、職歴なし。平成26年9月、情報処理2級。平成29年4月、PUBG ランク300以内。ちょっとなかなか面白いじゃねえか、この履歴書。ちょっと履歴書見せていいか。悪くねえじゃねえか、意気込みが。ちょっと待ってな、これどうしよっかな。なんかちゃんとした履歴書で送ってきてば。平成26年9月に情報処理2級取って、平成20、なんだこれ。これ消してと。29年4月に PUBG ランク300以内。ウイルスバスターでウイルスは除去しました。日々の鍛錬から上位300以内になりました。足立区育ちの闘争本能、身体能力を大いに活かしたい。チャンスをください。本人希望記入欄、忍び、もしくは足軽を希望。忍びもしくは足軽を希望。これ5人目だ。続きまして。
PUBG オーディション申請書。こんばんは。PUBG 初回以来火曜日まで純一様とご一緒させていただきましたクロアフロと申します。前回サイド4号組全王メンバーのオーディション行われると聞きましたので応募させていただきました。FPS 歴10年以上。PUBG での戦績、プレイ時間101時間、勝利回数、ソロ5回、195キル、デュオ0回、77キル、スクワット11回、お前相当鍛錬積んできたね。いずれもアジアサーバーでの戦績となります。最高キル、ソロ11、デュオ7、スクワット、お前3人以上、12。大阪県、大阪県だって、大阪府大阪市某所、在住、氏名クロアフロ。年齢20歳、中性人、すべていかなるご命令であったのを 忠実にこなす自信があります。最終学歴高卒、手取り15万。家族構成、母、かっこ別居、意気込み。前回ギリギリのところで優勝を逃してしまって以来、非常に後悔の念を感じておりました。しかし、仮にこのオーディションに合格できた暁には、共に入隊するであろう新メンバーと共に、必ずや純一様に1位の座を勝ち取らせる自信があります。よろしくお願いします。今回みんな息巻いてるね。顔写真付きで送ってきたやつがいる。なんかちゃんと、なんていうの？ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。これ映っちゃうよな、多分。いや、別にこいつだったら。こいつだったらいいだろ、別に。個人情報ダダ漏れでも。なんか一応、私生活こんな感じです、みたいな。相当な手だれ来たな、あれな。家族構成、母親が中国人、父親が日本人。普段から迷彩服着て気合入ってます。プレイ時間3000時間以上。小学校5年からこの年まで FPS プレイ時間3000時間以上。貴様だ頼むぞ決まったお前だお前のその気合の入り方他のやつと絶対違うお前だよに該当するユーザーが見つかりませんでしたまさかのミスまさかのスチーム ID 記載ミスせっかくのチャンスをものにできずこういうところなんだまさかの記載ミスあ、こいつかこいつだよし出揃ったこの3人が今のところおい明細早くオンラインになれ明細オンラインになれバカ誰がおい、迷彩オンラインになれ、早くあ、どんどんオフライン、あ、パーティーロビーおい、迷彩がオンラインにならねえぞまあ、ゆっくり待ってみるか一応このメンバー最強の1位になる呼び方を今から決めていくクロアフロ黒人こいつだ、まあ、いや来てからでいいやクロアフロ黒人なこいつらマジでほんと最強の舞台だからな。今多分、現存する、うちのコミュニティに現存するメンバーの中でも、ほんとに最強のパーティーだと思う。期待してくれ。あはは、迷彩だ。お前、迷彩来てこいよ、そこは。迷彩クロアフロ黒人な。呼びやすい。左が迷彩。クロアフロ。黒人な。なんでボーダー着てんだよ。めんどくせえだろうがよ。わかりやすくしてくれ、お前の。あ、そう、いいね。わかってるね。お前、迷彩持ってないの迷彩。迷彩持ってねえのか。マッチング悪いな。でね。俺が一応得意武器っていうか、まだ使えるなっていう武器は、それは、まだ使えるなっていう武器は、ショットガンとアサルトライフルだったら、なんとか、素人ぐらいだったら倒せる。さあ行くぞみんな